どうも、中野実験室です。ジャンプの感想です。ボルト第19話、人形の感想です。いや、扉絵の女の子2人が、ちょっと可愛らしい感じだなと思って、本編の中でもちょっとしたラブコメ的な要素も出てきたりとかして、そのあたりが結構ワクワクしたんですが、バトルの内容が、科学忍具の登場で、ちょっとその、なんでしょう。ドラゴンボールの人造人間っぽいなっていうふうに思っていたんですけど、今回、さらにドラゴンボールっぽいなと、思うような描写が増えてきました。具体的には、その、相手が出してくるこの忍術を、吸い取るということを、この片助先生がやっちゃうんですけど、もうこれ、ドラゴンボールの人造人間やんっていうのが、率直な感想ですね。吸い取り方は随分違うんですけど、手のひらから吸収するっていうのは一緒ですし、なんでしょう。人造人間というか、その、科学の、ガジェットが相手のエネルギーを吸うっていうのは、決してそんなに、何ていうか、珍しい設定ではないと思うんですけど、絵柄もちょっと鳥山明先生を感じさせるところがある上に、片助先生が眼鏡をかけてるもんですから、若い頃の鳥山明先生の、様子とかを連想させてしまったりとかして、これいよいよドラゴンボールっぽいなっていうふうに、思ったりもしました。皆さんはどうでしょうか。ツイッターとか、インターネットとか、もろもろの反応は読んでないんですけど、ドラゴンボールやんみたいな風に思ってる人は、私以外にもそこそこいるんじゃないかななんて思いました。はい、てな感じの19話の感想でした。次回は来年1月22日発売の8号に掲載されるそうです。こちらの方もとても楽しみです。ではまたお会いしましょう。さようなら。